どうも、井上まあですよ。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。さあ、今回ですけども先生、これとあるちょっとご本の紹介をさせていただきたく、はいはいはい、読みました先生に面白いって言ってもいただいて、アナリティックマインド、どん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 、非常に資料深いというかね、はい、データマンの方の本でしょこれね。そうですね、国内のデータマン界隈だったらはい、もう創始者みたいな方なので、森本美幸さん、男性の方なんですけど、ですもんね、はい、そうなんです、はい、もともとデータスタジアムさん、はい、を立ち上げられた方で、うんうんうん、まあ、今ここ5年ぐらいでも鹿児島とか横浜市、神戸とか、と今年は神奈川大とかもね、いろいろこう関わってたりだとか。先生のやっぱ指定関係みたいな感じなんですか、そのデータも。もちろんですね。ああ、そうですか。師匠でございます。先生が山の中でね、よし、最後だって大きな岩をね、パンチングで砕けたら、山から降りて試合に出ていいって言って、その岩を投げた人がこの森本美幸さん。あ、そういうことでございます。それキャプテン翼のデューター・ミューラーの話です、ね。ちゃうやないかい。あ、間違っちゃいました。すみません。はい。まあ、そういうところですもんね。そうです、そうです。ただ、中身がめちゃくちゃ濃ゆい感じになっておりますのと。で、ちなみにもう中の話とかもしていきたいんですが、うん、今日は後でですね、うん、メイン企画として、サッカー版マネーボールなお話を。うわ、ブラッド・ピット。そうなんですよ。出てくんちゅう今、ネットフリックスで、お前マネーボール見たいだろみたいな。見たっつってんのに。ね。それをですね、ちょっと私、データ作ってきちゃいました。あら、この動画のためにというか。なるほど、なるほど。勝ち点かける人件費っていう形で、後ほどちょっと見ていこうと思いますので。面白そうだぞ。はい、その前に、はい、だいぶその中身が濃い、本ではあります。どんな本なのかだけ、ちょっとね、1分ぐらいでこう、ざっくり紹介させていただければと思います。こちらでございます。はい、どう出ました、うん、はい、このアナリティックマインドっていうのは、データマンとして、どうしていこうかっていうよりも、データ分析をするものとマインドとして、どういうものをこう、学んでおかなきゃいけないのかっていうような。アナリティックっていうのは分析的なっていう意味です。もんね、そうですね。それをこの2021年の世の中、いわゆるコロナ禍でまた新しい世の中になっているところで、どういう目でこうサッカーを見ていったら面白いんだろうってことを、熱く書いていただいている形ではありますよと。それがだからもう1800年代ぐらいからの、いわゆるスポーツの歴史っていうところとか、サッカーの歴史、そこからどうやってデータが出てきたのかっていうところとか、そこからね、世界の分析が今どんな感じで進んでて、新しいテクノロジーはどんな感じで出てきてるのか。まあ、よく見る赤でも僕は喋りますけど、それをだからもっと、なんだろう、ちゃんとした形で出してくれるね。やっぱりアメリカンスポーツですよね。バスケとか、こう、野球とかで始まって。うちの方がやっぱり精度は高いと。それをどうやってもこう複雑系なサッカーにどう入っていこうかと、どうにしていこうかみたいな段階なんでしょ、今。そうなんですよ。どうしてもやっぱ野球とかだと、やっぱ流れが止まるから、データ取り、はいはいはい、本でも、ね、書いていただいてますけど、なるほどって思いました、それは。そうなん、取りやすいんだけど、サッカーっていうのはやっぱずっと流れてるから、無限シチュエーションの工作ですもんね。そうなんです。だから今データ版界隈とかそういう企業さん界隈でも、マックス考えられて 50% まで、そのサッカーの試合予想できて 50% とまでしか言えないらしいんですよ。野球とかだともっとってことなんですか？野球とかもっといける。面白い。やっぱね、2アウト2、3塁の時はとかあるもんね。そうなんですよね。で、右投手と左打者の時はとかって絞れていく。そうなんですよ。どんどん。そうそう。大体いろんなこと決まってくるってのがあったりするんですけど。どんどんそれがね、細かくサッカーもしていくわけですよね。で、そうなんです。この時右サイドのデュエルでね、180センチ、167センチが競り合った場合で、片方が三菱洋は出てた場合。そこまでやっぱり僕らだったらやっていきたいですけどね。先生やりそうですけどね。いや、本当です。はいはい、ただ今回その中で、このね、アナリティックマインドにも中にもちょっと軽く出てくる、はいはい、マネーボールをマネーサッカーボールへという項目の中から、ちょっと私データ1個作ってきちゃいました。うん、マネーボールを僕はちょっと説明しますよね。はい、ブラッド・ピットの映画にもなっている、大リーグのね、うん、チームアスレチックスが弱くてお金もないっていう時に、うん、初めてですね、データを使ったその野球の経験があんまりないね、頭のいい人が、うん、そのブラッド・ピットを率いるですね、GM と組んで、はい、うん、派手な選手じゃないけど、よくデータ見ると地味なプレーが勝利に貢献しているという、そういう選手ばっかりを集めて、やったところ、すごい大躍進を遂げるという、その一部始終が描かれている映画ですよね。そういうことなんですよ。なんか今、リバプールもそういう集め方をしているみたいなね。そうなんですよ。アレクサンダー・アーノルドなんていうのはもうその、あれだって言いますよね。あれ使うんだ。そうなんですよ。じゃない、逆のサイドバック誰だっけ、ロバートソンとかもね、そうですよ、ね。が、もう、まさにそうなんだってね。うん。言ってましたけども。はい。そうなんです。ということで、今回は、うん、まあ、表紙にちょっと戻りまして。はい。
勝ち点かける人件費っていうところから、はい、まあいわゆるコスパみたいな話ですけど、そこから一個私は表を作ってきましたと。おい、でただまだ2020年のいわゆる決算的なものがまだ終わってないんで、うん、1年前の2019年のデータを活用してちょっと表をも作ってきますので、こちらご覧ください、うん、どうぞと、うん、はい、ということでこちら、2019年 J1 の人件費かける勝ち点コスパの表でなっております。いやー、面白い。これ何になってるかというと、まあ、ゆっくり行くので、まあ、左から行きましょうと。左、18チーム並んでおります。こちら2019年のに在籍したチームたちになっておりまして、この2019年の一年にかかったそれぞれのチームの人件費のランキングになっております。ああ、なるほど。神戸が69個。ぶっちぎりでこう、あ、イニエスタ大があるわけね。ね、ああ、こんな違うんですね。だから、神戸対大分なんて69億 VS 8億ですから。大分8億、わあ、すごい、逆にすごいですね。そうなんです。こんなに差がある。なるほど。これ見ながら応援すると、はい、ね、いろいろ分かりますね。そうなんですよ。はいはい、頑張ったなっていう度合いがね。そうなんですよ、ね。勝てよ、勝てよだけじゃなくなる、これ見たら。そう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 。で、この線で繋がれた右側は一体何かっていうと、はい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 、勝ち点1を取るために必要な人件費の割合、まあ勝ち点コスパみたいなものをちょっと出してみましたと。すげえ。じゃあ例えば大分トリニータが勝ち点1を取るには1800万かかったってこと。そういうことでございます。リアルですね。あ、でも2位かなども3000万、7位から4000万。そうなの。ああ。だから。そうなんです。で、一応、右側にはその2019年のまあ勝ち点と、あと実際の順位ってのも書かせていただいておりますと。コストが高いから順位が低いってわけじゃないもんね、これはね。そうなんです、そうなんです。なるほど、ね。一応ね、ルヴァンとか天皇杯とか ACL とかもいろいろあるから、確実にこれだけではないんだけど。まあ、そうだね。でも1位になったマリノスは、1勝に対して3、4000万くらい払ってるってことだ。あれ、うわ、すごいビジネス。震えるね。社長さんとかあったこれ震えるね。そうなんです。こういうデータの見方もあるんですよ。なるほど。で、ちなみにね、まあさ、皆さん。面白い。面白いよ、これは。J1 でちょっと神戸だけ人件費ちょっと飛び抜けてるんですけど、まあ一応彼らも含めた上でで言ったら。まあこれはね、払ってることに対するイニエスタに対する副収入もあるわけだから、一概にね、コスパが悪いとは言えないよね。そうそうそう。そうなんです。まあ、ただ、あくまでで言ったら、J1 で勝ち点を1取るために必要な平均の金額出してみました。勝ち点1。これは右側のと何が違うのそれは。あ、平均の勝ち点です。この全体のこの人件費、右側の人件費を平均化してみたんですよ。はいはいはい、はい。そしたら、約5000万だってことが分かったんです、ね。ああ、なるほど。で、要は、これ何が分かるかって、これから J2 から来てくる方々は、どれぐらい人件費避けるかによって割る5000万すれば自分たちの勝ち点いくらになるかってことがある意味では勝ち点は変えるという学問があるとすれば 1勝ち点5000万ですよってこと。はい、たっけーたっけーだゆっそうなんですよね。これだからアディショナルタイムの失点とかは、うん、1000万の損害とかってことでしょ、単純に。いや、それで追いつかれて2位失うってことは。そうですね。だ平均で考えたらまあ5000万とかになりますね、要はね。だからね。考え方もできるわけでしょ。そうなんです。はあ、そりゃ、センターバックもへたり込むけど、社長はもう動けないんじゃない？動けないでしょうね。まあ、そんなヒヤヒヤするね、ビッグディールだから、なんか熱を帯びて楽しく見えるんでしょうけどね、こっちとしては。そうなんですよ。これまた全然違うわけですか。そうなんです。これね、一応今回は長くなっちゃうかなと思って、表には J2、J3 まだしてないんですけど。平均で言うと平均で言うと、J2 はだいたい1000万ちょいぐらい。あ、平均か。はい。ああ、なるほどね。5分の1ぐらいか。そうですね。J3 はだいたい350万ぐらい。ああ、なるほど、なるほど。な感じでございます。ああ、そっか。ただ、2019年の J2 は柏レイソルがいたりだとかするので、ちょっと普段とは違うかなとも思いますが、だいたいそれぐらいは必要だよと。なるほどな、うん、そうなんですよね。まあ、だからこれは本当にそうですね。うん。トリニータなんか毎回この表をね、電光掲示板に映しながら試合していいと思いますよ、僕は。いいと思いますね。したらね、お客さんもこう熱を帯びてというかね。そうなんです。なんかこう褒めてみれるっていうことですよ。そうなんです。なんで、必ずしも5000万って言い方にならないんだけど、うん、まあもしその考えでいくんであれば、まあ今年2021年の J リーグで考えたら、人件費19億円ないクラブは、そもそも厳しいなっ
ていう話になってきちゃうっていうのが。あまりにも先生、なるほど。これも説得力があるんですけど、あまりにもこれ残酷なお知らせですよ、それは。そうなんです。ただ、すごいな。ただ、そこをひっくり返すのがサッカーの楽しみでもあるからね。そうなんです。はいはい、そういうことまさに。そういうこと。だって、まさになんですけど、うん、右側のこのグラフ、人件費、じゃあ5000万平均だって言ったとしても、うん、じゃあまあ4000万以下、まあ例えば3000万台で考えたとしても、いわゆる大分、仙台、湘南、広島、札幌、マリノス、うん、てかマリノスなんて今年、この年優勝してるわけですから、そうですよね、コスパ良かったわけですし、はいはい、そうですね。これ本のこのアナリティクスマインドの中では、うんうんうん、じゃあ、直近5年間ぐらいで最もコスパが良かったチームってどこって紹介されてるんですけど。ちょうどね、書いてありましたね。そう。で、それは実は1位、川崎フロンターレだったんですよ。まあ、この年だけ優勝できなかっただけで。はいはいはい。あ、他の年優勝もそもそもしてますから。で、2番、で、それと、川崎と同率の1位だったのが、なんとサンフレッチェ広島。おなるほど。うん。で、トップ5が他に札幌、仙台、湘南という形になっていて、うん、だからこのやっぱ地方クラブですね、広島も札幌も仙台も、うん、ある意味湘南もそうですけど、はいはい、の方々は人件費がちょっと低くても、どうにかして自分でいろいろやりくりして上を取ってきて、だからこういう、うん、平均よりも下だっていうクラブから、そのいい人件費、いいコスパのチームから、次が新たな、やばい何かが生み出されてくるんじゃないかっていうことが紹介されてる。最初はね、お金で抜かれちゃうけど、そういうとこから、どん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 プールができていってね、ビッグクラブになっていくってことでしょ、うん、そうなんです。あ、でやっぱり、大きい企業が例えばメインのスポンサーについてくれたら、うん、もちろんその名古屋とか神戸みたいな感じに行くのはいいと思うけど、うね、はいはいはい、J2 とか J3 これから上がってくるクラブたちはやっぱりそのね、仙台とか広島とか湘南ってことを目指してやっていく方が、うん、J1 でやっぱりより生き残ってられる確率は上がるんだろうなっていう話でもありました。なるほどね。はい。いや、これをだから、元にね、見ていくと、あ、ほんといろいろ見えてきます。これ、ちなみに J1 っていうのは優勝すると、いくらもらえるんでしたっけ？これ、毎年ちょっと変わってくるから、まあ、コロナになる前の設定で言うと、そうですね、大体15億円ぐらい入ってくるんですよ、ね。10億円って言ってましたよね、確かね。そうなんで、それプラス、なんかいろんな準備金とかもプラスアルファで入ってきたりするんで。で、J1 で居続けるとまたもらえるお金もあるんですよね。そうなんですよ。あと J1 に落ちちゃったとしても1年間は J1 のそれがもらえるとか、そういうのあるんですよ。そうなんですよね。ちょっとコロナになって、ちょっとルールやや変わってる部分があるみたいです。そうだよね、全体的にあれがね。かつてはそういうことがあったということです。なるほど。うん。ということです。こういうことも。アナリティクスな夜だな。だ単純に目の前の、勝負、点取った取られただけじゃなくて、こういうことも踏まえながら、いやそうです、チームの方々考えてらっしゃるんだよってのを知っていただけたらいいのかなって。それも含めてフットボールだということですよね。マネーゲームでもあるということですね。はい、そうなんです。なるほどね。またちょっと他のデータもね。はい。C 型もそれ存じ上げているんだと思うんですけども。うん。敵を知り、己を知り、データを知る。ね、知るの知るは、指揮者の指揮ですからね。ですからね。非常に。でも読みやすいですよね。そうですね。深いですし、読みやすい。のめり込んだらもうガーっていける形なので。新しい本だから、なんか世相も分かっちゃうみたいな本。そうなんでございます。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、褒めておきましたよ。偉い方、ちょっとごめんなさい。名前聞いちゃいました。ありがとうございます。素晴らしい。はい、ぜひお願いします。はい、ということでございました。先生もちょっと出しましょう、本をね。ちょっと今タイトル考えましょうね。ね、よし、やりましょう。ノーミルクフットボール。ね、何をやるんだ乳を取らず、己を知り、データを知る。ね、完璧に回れてる。まあ、そんなのいいのかね。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。出版社の方、ぜひよろしくお願いします。お待ちしております。段階からね。これ味じゃないですか、日本言論みたいな、漫才みたいな感じで字にしてもらいたいんですけど。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでございまして、井上麻衣でした。ノーミルク佐藤でした。ノーミルク佐藤係、3つもやってますの、ね、で、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、また一日をお過ごしいただきたいと思います。それでは、ね。ありがとうございます。はい、ゆっくり。朝なのかな。どうもでした。